アルミチューブから絞り出された接着剤チューブは半固形状の材質のものを充填し柔らかく絞り出すことができる容器である。円筒型で中空の構造で断面は円状あるいは卵型であるものが多い。内容物の保存性に優れ、食品、歯磨き剤、医薬品、化粧品、絵の具、接着剤などに幅広く用いられている。チューブは 材質と製法により分類することができる。アルミチューブアルミニウムを用いたもので、プラスチックチューブ登場までは主流だった。アルミニウムの持つ素性を利用し、金型の中に入れた原料を衝撃的にパンチングして製造される。密封性に優れ、特に空気により変質しやすい内容物の長期保存に適している。一方で、弾力性や復元性には欠けている。 また精密な印刷には不向きでもある。鈴チューブ、鉛チューブ、アルミチューブと、ほぼ製法は同じだが、アルミニウムの代わりに、鈴や鉛を用いている。アルミチューブと比較して柔らかく伸びも良いが、高価であることや安全性の問題から使用されることは少なくなっており、絵の具や医薬品の小型チューブなど特殊な用途に使われるのみとなっている。 ブロー成形チューブと化したプラスチック樹脂原料を押し出し機から筒状にして金型に入れ穴の部分から空気を吹き込むことにより成形して作られる押し出し機が1台の場合すなわち樹脂が1種類の場合は単層ブローチューブとなり異なる樹脂を入れた押し出し機を数台同時に用いた場合は多層ブローチューブとなるプラスチックの優れた弾力性や復元性 多彩な種類を活かすことができ、また種類によっては安価で製造できるが、金型の合わせ目の跡が残ることや、最も多く用いられる、ポリエチレンの場合には、酸素や高気成分を透過しやすいことなどの欠点がある。またデザイン面では、金属チューブと比較して樹脂に着色することが可能な、点や印刷が行いやすい点で優れている。押し出し成形チューブプラスチックを用いる点は、 プロ成形チューブと共通するが、胴体部分と剣部を別々に作り、接合して作る点が異なる。胴体部分は押し出し機で連続的に押し出して作り、その後適当な長さに切断する。押し出し機の台数により単層とも多層ともすることができる。一方、剣部は射出成形や圧縮成形により作られるため、通常の場合は単層となる。 接合は、剣部成形の流れの中で行う場合もある。複合チューブプラスチック以外に、アルミ箔や特殊な紙も原材料として用いたもので、素材により様々な機能を持たせることができる。ラミネートチューブもその一つである。チューブは1828年に、ジェームス・ハリスにより油絵具用に発明された、真鍮製のシリンジと呼ばれる注射器に似た形のピストン式の器具が原型と、 なっているシリンジは中の絵の具を使い切るとが在店で充填してもらい何度も再利用する方式だった。さらに1840年にはウィリアム・ウィンザーが水彩絵の具用にガラス製のシリンジを販売した。シリンジは充填時に中を洗浄する手間がかかったためチューブが発明される一因となった。 なおシリンジが発明される以前には絵の具は豚の膀胱袋に詰めて販売され、さらにその以前には画家やその弟子たちが工房で自ら手練りしていた。初めてのチューブは1841年にイギリスにてアメリカ人画家のジョン・ジーランドにより発明された。ただし当初は鈴製でネジ式キャップも付いていなかった。鈴が用いられたのは 素性の高さと高価ではあったものの鉛やアルミに比べれば安価であったことによる。キャップが付けられたのは翌年の1842年アルミ製が登場したのはアルミの生産コストが下がった1930年代に入ってからだった。しかし絵の具の種類により腐食が起きること、また日本やドイツなどではアルミの需要を運用機へ振り向けたことから1940年代に なると、鈴張り鉛チューブが登場した。さらに、鈴張り鉛チューブも鉛の安全性の問題から1990年代以降用いられなくなり、樹脂で内部をコーティングすることで、耐腐食性を強めたアルミチューブを経て、ポリチューブやラミネートチューブに置き換わった。ラミネートチューブが登場したのは1969年に、ライオンが歯磨き粉ホワイトホワイトの充填用容器として、 開発したのが最初である。現代では製造工程で印刷が行われる関係上、チューブ製造は印刷会社により行われることが多い。ありがとうございます。